今回は、実は四天王一熱い男サニー、に対する読者の反応集を紹介します。よければチャンネル登録お願いします。それではどうぞ。サニーの、こんなに美しくないことされっとよ。笑えねえな。ムカついて笑えねえぞ。美食界よ。が最高なんだよな。そこのシーンで最推しになった。その後のトリコたちを心配するここに。助けに行くのはトリコへの侮辱。トリコは負けないから信じよう。って言ってるのを見てから推し。一見クールなんだけど熱いところがいいよな。アニメ版のグルメサンタの話で、子供の笑顔を見て、美しい。って言ってたのを見て、四天王の中で一番サニーを好きになった。すごいわかる。それまではサニーの美しいの解釈は見た目だけを指してると思ってた。漫画の方では喋ってはいなかったけど笑顔で子供たちに食材配ってたわ。その時のサニーの顔は美しい。このグルメ時代において味と同等に食器とか音楽を重要視してるのってどうなん？結局それも食を楽しむためだから全然ありでしょ。芸術とか言ってるからサニーの中では食を楽しむためというよりは自分の中のこだわりがあるだけなんじゃない？でも一流会長が大切にしてたものを割っちゃって。怒られるよりも破片で怪我しなかったかを心配されたエピソード知ると見方変わるよな。最初からキャラがブレなかったところ好き。最初はそこまで好きじゃなかったけど最後には一番好きなキャラになってた。実は四天王一熱い男。主人公のトリコが一番冷酷っていうかドライだよな。珍しすぎる。小松のこと唯一殺した男でもあるからな。バンビーナに仲間全員がぶち殺されたと思って後悔して泣いてるところいいよね。瞬きした瞬間周りにいた仲間が殺されてたらそりゃ絶望、後悔するよな。まあ生きてたけど、味方の、しかもメインキャラが、触手、を使って戦うのすごくない？触手はどちらかというと敵にいそうなイメージだもんな。リーガルマンモスの子供を持ち上げながら登場した時は衝撃を受けたわ。その後所長にマンモスぶん投げて美しさが足りないだの胸がキュンとしないだのガニ股でブサイクとかもうただの悪口言ってるの好き。言いすぎて草なんだよな。所長はその悪口じゃなくてマンモスをぶん投げたことに怒るのも好き。ダイニングキッチン見た時は、こんなん無敵やん。と思ったもんだが、全然楽勝でもなかった世界のインフレぶりがすごい。能力的には正直最強やと思う。でもちぎりられたら死ぬほど痛いんよな。使いこなせると思えない。トリコ以外で最強のポテンシャル秘めているよな。キュアとかゴッドの攻撃防げたり地味にすごいやつ。三人がかりでも完全には防御できなかったゴッドの攻撃を一人で防御できちゃうのすごくね。防御というかカウンターで相手の威力を活かしていなす技だからできたんじゃないかな。多分四天王に宿る悪魔の中では白鬼青鬼に次ぐ実力だよね。ヘアモンスター。サニーは最初神経質すぎてそれが能力の弱体に繋がってて、グルメ番長にいい意味で大雑把な戦い方を学んで成長したのが印象的だった。グエモンとの回想いいよね。ヘラクレスドラゴンマップ2つ。グエモン含め、大ゼロビオトープを通過できるキャラが出てきた時の強者感とワクワクすごかった印象。ゼブラなだめるところとか高揚感やばかった。よく考えると歯を抜かれる以上のダメージの戦いしかないよなこの世界。常人だったら耐えられないよな。一応髪色によって神経の種類が違うから痛覚がある髪の毛以外なら何も痛くないんやろ。確か白色の髪の毛が痛覚だったような。かなりぶっ壊れな能力だけど、その分デメリットとかしっかりしてるんだよね。トリコのそういうところ好きだわ。サニーのベストファイトはやはりタイトミーロッドかな。美にこだわるサニーが美を捨てた原始的な捨て頃もといくらい愛したのが凄まじかった。サニーとトミーの戦いめちゃくちゃ興奮した覚えがある。トミーの敗北する瞬間も好きだな。うん。とっても楽しかったよ。本当に楽しそうなんだよな。サニーのサタンヘアめっちゃ好きなんやけど。他の四天王は攻めに特化してるけど、サニーは受けを中心にした立ち回りだから頭脳プレイって感じが強いよね。四天王ってこれといった弱点がなくて好き。サニーは技が多様で攻撃も防御も優秀なイメージ。面倒くさがりな感じはあるけど、実は男気もあり妹思いなのもいいよね。ここまで神をメインに戦うキャラかけるて、島軍すごいよね。神をここまで戦闘に応用するのはすごいよね。汎用性高すぎる能力。なんだかんだ言って一番格好良かったのは、リーガルマンモス編の GT ロボとの戦いだよね。
敵に近づけないからわざと触覚を解いて相手に自分を意図的に攻撃させた後に、ヘアロックで動きを止めてそこを思いっきり一発だけ殴る。まさにスマートな決着だった。殴られまくってから勝つの好き。トリコの釘パンチが GT ロボに決定打にならないのにヘアパンチは反回させるのやばいよな。一本で5キロだっけ？支えられるからまあ妥当なんじゃないかな。5キロじゃなくて250キロの化け物だぞ。当時マジでこいつ無敵じゃんって思ってたな。サニーってクッキングフェス編までで唯一グルメ細胞の悪魔の体の一部を自分の体と同化させてたよね。クッキングフェス編でここがグリーンパーチを中毒にした毒を使ったように、サタンヘアは黄色晩餐で自分の中の悪魔の力の片鱗を使えるようになったことで、一番力を震えやすい髪を介して、その力の再現をした技というイメージ。同化はどちらかといえば、地球のフルコースで悪魔の体を自由に使えるようになることかなと思ってる。トリコは王が出てきてスター順の腹貫いてたしね、細胞出てきてなかったのゼブラだけか？いや、なんなら仕事を使えてた時点でグルメ細胞の悪魔が顔を出していたと考えてるわ。ザコ狩り技に見られがちだけど性能だけで言ったらレッドニトロ軍団を壊滅できるくらいの性能だし、オーラみたいな感じで悪魔が初めて出てきた技だと思ってる。そういや初使用の時に死神の足音が聞こえるようになった、って言ってたな。サタンボミットが出てきたおかげでグルメ細胞の悪魔が食べたものは消化されずに、ずっと体内に残り続けてるっていう伏線だったんだよね。だからラストシーンの吐き出しにつながる。それは気づかんかった。当時、アニメのサニーの声は違和感すごかったけど、今ではあの声しか考えられない。てか声優さんの熱演がすごくて本当にサニーが喋ってるみたい。美しい食材探してるのにキモい魚キモいタコキモい虫と対峙してるの草なんだ。リーガルマンモス体内で目ん玉大好きマンと対峙したの見てから今後もこういうキモい系の人、モンスターと戦うんだな。って思ってた。サニーってよく考えたら髪の毛一本一本に神経あるから散髪できないのかな？触覚は引っ込めたりもできるから収納も伸縮も自在で切らなくても平気なんじゃない？自分の意思で髪型も自在に変えられそう。日頃から美容に気を使って美しさにこだわってるやつがゴリ押しパワーキャラなのおもろいよな。見た目気にしすぎてセンチュリースープ飲んでないのかわいそう。顔見せないで飲めばいいだけだから飲んでそうだけどな。多分見られてる見られてない関係なく自分が変な顔するのが嫌なんだと思う。サニーだけじゃなくてここも飲んでる描写ないよな。ここはメテオガーリック食べるくらいだから飲んでるだろ。久しぶりに会った自分の妹に対しての、リン、お前、だ、その土管みたいな足は、久々に会ったら皮下脂肪も半端ねえ、そんな甘いもんばっか食ってるからだ。というセリフは未だに覚えてる。そこ覚えてるのは草。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。